ここは部屋？確か、僕は外で倒れていたような。おはよう、お目覚めはいかがかしら。え？女の子に羽？しかも顔が近すぎ。当たり前じゃない、私は吸血鬼なのよ。こう見えて、ここ、コウマ館の当主なのよ。吸血鬼？じゃあ僕は血をたくさん吸われて、死に絶えるのか、それとも生贄にされてしまうの？そんなことしないわよ、落ち着きなさい。私はあなたを喰らうつもりはないわ。じゃあ、なんで僕をここに拾ってきて、何をするつもりなの？あなたの目的は？そんなの決まっているわ。あなたをここに拾ってきて、あなたの感謝の意を示して、ここで働いてもらうわ。はぁ？なんでそうなるんですか？僕はあなたにまだ一言も言ってないんですけど。てかなんで顔真っ赤にしてるんすか？あなたは変態さんですか？それともサディズム？失礼ね。あなたには、私を好きにしてくれる、運命が見えたの。それに、クールでスタイルも抜群だし、執事として使えそうだもの。ちょ、待ってよ。いつから僕が、執事になると言った？そんなこと、一言も言ってない。てか顔が近いから下がって。え？あ、悪かったわ。あなたには、これから執事として働いてもらうわ。美味しいケーキもあるし、給料も高く出すわ。もちろん、頑張ったら休みもあげるわよ。どう？悪くない交渉でしょ？引き受けてくれるよね？どうしてこうなった？でも、吸血鬼とやらの頼みを断る気にはいかないしな。これは困ったな。もう、コウマ館とやらの施設から、脱走することもできなさそうだな。もうここは素直に、引き受けるしかないな。わかった、あなたの頼みとやらを引き受けるよ。そうしてくれると助かるわ。自己紹介が遅れてしまったわね。私はレミリア・スカーレットよ。あなたの名前は？いえ、教えなくていいわ。今からあなたの名前は、執事よ、執事。いいかしら？え？なんでその名前で呼ぶんすか？僕にはきちんと名前あるのに。理由はないわよ、だから執事なのよ。これからもよろしくね、執事さん。こうして僕は、レミリアと名乗る吸血鬼のいる、コウマ館で働くことになった。僕が住める部屋も貸してくれたし、シーツなどの寝床も提供してくれた。生活には困らなかったものの、コウマ館での生活は、すぐには慣れてなかった。僕はこれから、どうなるんだろう。と思い、コウマ館で働くこととなった。私、あなたのことが好きなの。だから、あなたの活躍、楽しみにしてるわよ。どうしたの？もじもじして。私と見つめ合うと恥ずかしいかしら？パチュリーと名乗る女性の人と、目が合うと、なぜか見つめ合ってしまった。彼女から発した言葉に、図星が刺さった。正直、優しくて美人なお姉さんに見つめられると、どうしたらいいか、わからなくなってしまう。だ。大丈夫です。それと、僕におすすめしてくれた本を提供していただき、ありがとうございます。どう？私がおすすめした本、気に入ってくれたかしら？あなたなら、読みやすいと思って貸したのだけれど。はい、わかりやすい詳細がたくさん載っていて、僕にも読みやすい本です。正直ためになります。あなたなら、料理の仕方や生物の本を読めば、きっとうまくいくと思うわ。初心者は、最初はうまくいかないわ。少しずつ、成績を上げていけば、きっとパチュに認められるようになるわ。私からも応援してるわよ。はい、ありがとうございます。精一杯頑張って、一人前になってみせます。その勢いよ。こら、そこ、ちゃんと掃除できてないじゃない。もっと工夫をしなさい。それじゃあ一人前にはなれないわよ。あ、すみません。このコウマ館のメイド長、サクヤという人は、厳しい人だが、僕が悩み事があった時に、優しく相談してくれる人だ。コウマ館の掃除や調理の仕方、そしてレミリアお嬢様のカップに、紅茶の入れ方も丁寧に教えてくれる。正直きつい仕事でもあるけど、仕事をこなすほど、やりがいを感じるようになった。メイド長の教えはわかりやすかった。
昨夜さんが厳しく接してくるのは、僕を一人前に育てたいと、必死にサポートしてくれてるからだと、僕はそう思っている。失敗を重ね、ミスをなくしていけば、きっと成長できる。失敗は誰にでもある。人はそうやって成長していく。ああ、今日も疲れたなぁ。ゆっくり休んで、明日に備えて、準備をして寝よう。そうしたら、誰かが入ってきた。お疲れ様、仕事は慣れてきたかしら？今日も上がっていいわよ。よく頑張ったわね。部屋に入ってきたのは、レミリアお嬢様だった。今日のことを話したら、レミリアお嬢様はこう言ってきた。大丈夫よ、失敗は誰にでもあるから、気にしないことが一番よ。陰から応援してるからね。その後に、僕はレミリアお嬢様から、アドバイスを受けた。夜中に突然目が覚めた。夢に出てきたあの地下室みたいなところを探し始めた。夢に出てきたあの地下室。気になる。どこにあるのかなぁ。そして、夢で出てきた部屋に着いた。人の気配がなく、どこか不気味な雰囲気を出していた。ねえ、お兄さん、誰？顔を出していたのは、レミリアお嬢様の妹の、フランドール・スカーレット。人形みたいな可愛い見た目をした、金髪色に羽が生えた、少女だ。ねえ、お兄さん、せっかくだから、ここで遊んでいかない？私、一人ぼっちでずっとここで暮らしてるんだよ。お兄様なら、私を満足してくれるよね？だったら、私のおもちゃとなってね。簡単に壊れないでね。僕は今、ピンチである。なぜなら、この吸血鬼のような少女に襲われ、殺されそうな状況に陥っていたのだ。お兄さん、そんなに怯えなくていいんだよ。だって、私と楽しく遊べるんだよ。喜んでよ。まさしく、絶体絶命と言った方がいいのか。なぜなら彼女から、凄まじい殺気を感じるからだ。それじゃあ、覚悟してね。もう？僕の命は、ここで終わりのようだ。思えば短い人生だった。だが、悔いはない。危なかったわね。あなたが急にいなくなってたから、あちこち探してみたけど、やっぱりここにいたのね。フラン、やめなさい。その男の人は、私の眷属よ。むやみに殺しかかるのはやめなさい。どうして？こうやってやっと新しいおもちゃが手に入ったんだよ。暇つぶしにちょうどいいじゃん。遊べるものがなくて退屈してたし。後で新しいものは提供するわよ。さあおとなしく寝てなさい。うん？わかったわよ。おとなしく寝ていればいいんでしょ。あなたはこの部屋から出てちょうだい。あなた、なんでフランがいるところに行ったの？いや、これは訳がありまして、その、魔が差したというか、誘われたというか。私はあなたにとって大事な眷属なのよ。危険なところに行って、命を落とすところだったわよ。私が気づいたから助かったけど、二度と、フランのいる部屋には行かないことね。あなたはこのコウマ館で切り札になるんだから。はい？あの部屋に行って、すみませんでした。以後、気をつけます。僕は彼女から叱責を食らい、二度とあの部屋に近づかないように注意され、肝に銘じることにした。コウマ館の勤務が終わった後、僕はコウマ館の庭に向かった。しかし、僕はあの少女がいる部屋が気になって仕方なかった。まるであの部屋から、僕を呼んでいるかのような感覚を感じ取れるからだ。果たしてあの少女がいた部屋に何があるのだろうか。おや、ここにいましたか。この人はいつも門番の仕事をしている、本命凛さん。仕事をサボりがちで居眠りばかりしているとか。ひどくないですか？私はいつも起きていますよ。居眠りしてないしサボってもいませんよ。へぇ、いつも居眠りしているのね。後でお話ししましょう。ちょ
拓也さん、これは訳がありまして、その話だけでも聞いてください。問答無用。あなたは一生夕食と朝食、昼食は一切禁止。それと相馬館への立ち入りも禁止。それって実質クビじゃないですか。ちゃんと働きますから、それだけはご勘弁を。この人たちはとても楽しそうな人たちだった。これからは僕は幸せな生活を送ることになるだろう。相馬館で働き始めてから2ヶ月が経つ。そろそろ仕事の方は慣れてきた。僕はこの生活に縛られたまま送ることになるのだろうか。その時、玄関からインターホンらしき音が聞こえた。誰だ？と思いきや、僕の部屋まで入ってきた。部屋に入ってきたのは、ピンク髪がかかった幼い少女だった。紹介するわ。この人は私の友人よ。はじめまして。私は悟り妖怪の小明治悟りです。私は他人の心を読める能力を持っています。よろしくお願いしますね。彼女は、小明治悟りと名乗った。彼女は他人の心を読める能力を持っているらしく、相手の考えていることが全てお見通しということ。つまり、彼女に嘘をついても、バレバレだということだ。こちらこそ、よろしくお願いします。僕は紹介された彼女とお茶会を楽しみ、楽しい話もして、悟りと仲良くすることができた。僕には、友達がいなかったので、彼女が初めての友達となった。そもそも僕は、友達というのが知らなかった。友達というのは、仲良くしたり、関わったり、地味は喧嘩したりする。友達というのはそういうものだ。有意義な時間を過ごして、彼女は帰っていった。友達と楽しく会話できたのは初めてだった。どう？彼女と楽しく話せた？そう、どうやらその顔からして、初めての友達ができたのね。彼女はあまり地上に来れないけど、決してあなたのことは忘れないわ。私も昨夜もパチェも、みんなあなたのことを大事にしているわ。その言葉を聞いて、ようやく理解してもらえた。僕を必要としてくれる人がいるということを。僕は昔、生まれてから、親に虐げられながら育ち、他人からいじめを受け、迫害されてきた。僕がどうやってここに来たのかはわからないけど、お嬢様の話によると、忘れ去られたものは、幻想入りを果たすらしい。それで僕はどこかで倒れて、お嬢様に拾われて、ここにいるらしい。何泣いてるのよ、そんなの当たり前じゃない。幻想郷は全てを受け入れるわ。だから、過去のことは忘れて、私たちと暮らしましょう。それと、あなたのこと、本気で好きになっちゃったの。いずれ、あなたが年を取ったら、私と結婚してくれる？はい？喜んで。そして僕は、何年か年を取り、お嬢様と結婚の約束を果たした。これで僕は、本当の幸せを手に入れた。何も後悔していない。悲惨な過去を捨て、今はもう過去を覚えていない。相馬館のみんなは、僕のことを家族と受け入れており、可愛がってくれた。僕はその恩を返すため、彼女たちのところでずっと暮らして、みんなへの感謝の気持ちを